黒人侍でございます。今月1日からネビシルバーピーチャレンジを毎日やってます。今日は15日目でした。このバーピーチャレンジ50日間毎日やり続けるとってもやられるチャレンジトレーニングです。100回のネビシルバーピー毎日やってます。今日はちょっと味濃くしようかなと、ということでネビシルバーピーとデッドリフト90キロを組み合わせた。そしたら死んだ。今みんな見てる動画はこのチャレンジの10セット目。これはほんまに全身運動でありメンタルトレーニングでありとんでもない地獄でトレーニングであります。ぜひ1回だけ試してください。明日は16日目。50日間の戦いはまだまだ続きます。そして体でかくしたい人、筋トレモリモリしたい人、あんまりやる必要ないんですけど、男ならこういったな侍的なトレーニング、どこまで自分のマインドが強い、どこまで自分のギブアップ意識が強い、やってみてください。あとはDM で結果を教えてちょうだい。うーっす。